フラワーの六石春菜です。キャブは噛んじゃった。あんなに練習してきたのに緊張して手が震えてきた。落ち着かないと。今回はですね、私たちフラワーが配信することになって、こういうの初めてだからうまくできるかはわからないけど頑張りますので、温かく見守ってくださいね。あ、原稿用意しなきゃ。原稿え？あ、これは原稿。配信だし本当はアドリブでお話できるといいんだけど、私失敗しちゃいそうで。だからね、お話しすること事前にまとめてきたの。真面目？そうなんです、真面目なんです。ってなんちゃって。原稿用意してる時も言われたの、みんなに。マイカちゃんには春菜はドジなんだからちゃんとやんなさいよとか、志保ちゃんには一人で喋るだけだしいつも通りでいいと思うとか、ほのかちゃんはアミノ酸とアドレナリンがどうのって言ってたけど、みんなアドバイスしてくれたんだけど全くわかりませんでした。あ、ごめんなさい、関係ない話しちゃった。今日は初回なので私の自己紹介をしたいと思います。ふう、よし。はじめましての方ははじめまして、いつも応援してくれている方はありがとうございます。フラワーのリーダーをやらせてもらってます、六石春菜です。3月生まれのお羊座で16歳の高校2年生です。あるアニメを見たことがきっかけで声優を目指そうと思いエールブルーに来ました。好きなものはすき焼きです。あ、最近食べてないな。あ、あとは亀井さんです。あ、亀井さんっていうのは私の大切な大切なお友達です。亀井さんはいつも私を励ましてくれて、落ち込んだ時もアドバイスをくれるの。あ、亀井さんの話はまた今度しますね。メンバーのみんなとは毎日本当に賑やかで楽しくて、この前なんか学校行く直前に舞香ちゃんがね、ジャージ忘れたって。でもジャージ洗濯したままで全然乾いてなくて、仕方ないからみんなでドライヤーかけて乾かしたの。もう寮を出なきゃいけないのに何やってんのって、ほのかちゃんがすごく怒ってて、でもちゃんと手伝ってあげててすごく賑やかだった。他にも楽しい話いっぱいあるからもっと話したいんだけど。あ、そう、みんなね寮で暮らしてるんだ。私は一人っ子だからまるで兄弟ができたみたいに思ってるよ。もう終わりの時間、あっという間だった。映画いっぱいありがとう、今来たばっかりって嘘ばっかり皆さん、私の初めての配信だったけど楽しんでいただけましたか？すごい緊張しちゃった。ありがとう、よかった、楽しんでもらえたみたいで。それでは以上、六石春菜でした。